始まりました。62キログラム以下の契約で行われます。宮川は今日シューズを履いています。オーソドックスの構え。宮川選手ボクシングうまいんですよね、はい、さあタックル、これが課題ですよね。カスヤは宮川さんの課題、はい、カスヤはこのタックルを得意にしています。宮川さんはここで立てるか立てないかで勝負が分かるんですね。さあどうでしょうか。青木さん、これは位置的にはどうですかね。立ちやすい位置なんでしょうか。非常に危ない、ね、危ないですか。これもなんとか戻したい、はい、さあ立ち上がりました。さあ北岡さん、対するカスヤとしては、まあ、今みたいな形でテイクダウンですかね。寝かしたいですよね、はい、もう宮川さんとしてはボクシングで戦うしかないので、ないというかが得策なので、はい、カスヤ選手はここしっかりテイクダウン取りたいですよね、当然ながら差しに行きます。密着します。カスヤ栄熊郷さん、はい、このカスヤもですね、結果が出ない時期がありましたけども、そうですね、ようやく、まあ、一勝を挙げましたからね、はい、さあ倒した。もう一回立ちたい。飛びを取っている。いいです、いいです、いいです。クローズジョーク、クローズジョーク、あー抜けた、抜けた。もう一回クローズダメ、クローズダメ。下からクロスガードにしています。あ、出血がありますね。肘ですかね。はい、これはどちらでしょうか。クローズがダメ、クローズ。カスヤの方のカスヤですかね、の血ではないかと思いますね。はい、早くも出血がありました。結構量ありますよね。土ですかね、唇のあたりでしょうか。もしかしたら口、いや、ね、いや、歯で切ったんですかね。どうでしょうか。さあ、アンワー、アンワー、下からアンワーだ。これ肘はまだ入ってないので大丈夫、はい、大丈夫ですか、はい、これ宮川さんの血ですか。いや、これカスヤの血ですよね。カスヤはフロントチョーク抜いた時に血が出る。あ、鼻血だ。鼻ですか。ここ突き放して宮川さんを立ちたい。そうそうそう、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ちょっとしかしカスヤが、足がいらない、足がいらない、血が出たせいもあるのかもしれないけど、ちょっとなんか攻めが、焦った攻めになっちゃってますよね。はは、あの全然公正なのに、なんか一旦クールダウンした方がいいですかね。ハーフガードの状態、はい、ここで休んでも別に全然問題ないと思います、はい、鼻血を相手に塗るぐらいの気持ちですよね。なるほど、べったりよくわかんないですそんくらいの落ち着きが欲しいです。あ、なるほど、はい、さあハーフガードの状態、側頭部、ここ耳のあたりにパンチを入れま す, すよ、ね、練習でも頑張ってたんでここ、鼻血コツコツと耳のあたりにパンチを入れていきます。でもこれ一旦ここでタイムストップです。そうですね、そう、すげえ血ですね、これ。口からかもしれないですよね。今ドクターがチェックを行います。打撃が入ってるのは見えなかったんですけど、結構どっからの血なんでしょう。口、やっぱり口、口ですね。もしかしたら噛んだのかもしれないですよ ね、あのフロントチョークの時に。これ自分の歯で噛んだ可能性ありますよね。あの食いしばったりとか自分の口を噛むってことはありますからね。はい、ドクターがチェックを行います。翌日ご飯食べるの痛いぐらいで済めばいいですけどね。相手穴が開いてない限り、その貫通してない限りは問題ないと思うんですけど、もしかしたら結構細かく説明しているので状況を。で1ラウンドでそれ以上はもうちょっと見えるよね。歯に言われても分かります。さあどうでしょうか。歯が折れたとか唇がここ切れてるんですね。そうですか、完全に切れてる。フロントチョークの時でしょうかね。マットに叩きつけたとか、ガンって歯とマット、まあ、要は DDT ってことですよね。さあどうでしょうか。今ドクターがセコンド陣に説明をしています。レフリーと僕らの判断で止めて、ガセルっぽいよね。マスケースどうやら大丈夫のようです。アナウンスもしてほしいですよね。でもこれで早くなんていうんですか、
もう次が止められたなっていう打ち合いに出るっていう粕谷の策もありますよね、はい、組まずに。そうなると今度は宮川に、あー、行きましたクロしてただけで嬉しいですね。そして危ない苦労してた状況としては北岡さん、はい、タイムストップ、そうですね、明けのすぐですよね。そうですね、あの粕谷がやっちゃいましたよね、あの立ち合っちゃったんで、立ち合っちゃったから。そうなると今度は宮川にこれ流れ来るわけですよね。そうそう、本当に綺麗にしっかりと打ち抜きましたよね。はい、右が入りました。よかった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 。青木さんは一緒に宮川と練習もしてたそうですからね。よかった、本当によかったなと思って、あの、ね、苦労してる人だからよかったなと思って。勝ったまま失神みたいなことですね。